で、ですね、これがね、脱皮をしたあの殻です。はい。はい、皆さんどうも、こんにちは。ピピンエピ生き物チャンネルです。ちょっとね、バック、何?後ろでね、コオロギが大量に 鳴いておりますが、まあ、うちでは日常茶飯事なので、気にしないようにお願いします。ある意味ね、いいかもしれない。はい。で、今日動画作ってるのがですね、タランチュラですね。うちで飼ってるチリアンコモンですね。こちらがですね、脱皮しました。で、脱皮をした後はね、タランチュラ本当に見事なほどに綺麗なので、今回ね、動画に収めているわけでございます。このような状態ですよね。素晴らしいですね。ローズヘアってね、言われるぐらいですからね。このね、素晴らしい。この色合いがね、綺麗ですね。で、毛もですね、また復活する感じです。結構ですね、時間が経ってくると、お尻のね、毛とかがね、ちょっとこう、剥げてくるんですけれどもね、脱皮をするとですね、綺麗に復活します。どうですか?脱皮はですね、昨日かな、確認しました。うん。綺麗だよ、本当に。で、この個体はメスです。で、ですね、これがね、脱皮をしたあの殻です。はい。素晴らしいですね。タランチュラっていうのはですね、ひっくり返ってね、脱皮するんですよ。面白いんだよね。で、うちの動画でもですね、以前、だいぶ前ですね、タランチュラのこの子ですよ、この子。この子のね、脱皮してるね、様をね、動画に上げていると思います。はい。で、こうなるとね、ほらもう肉球でしょ。肉の球ですよ、これ。ほら、肉球。かわいいな。ふわふわですよ、ふわふわです。触ってる感じは。ふわふわ。で、ここにね、毒針っていうか、牙がありますね。これもね、生え変わるんで、脱皮するとね、また新しいのが出てると思います。はい。で、こんな感じですね。ほら。なんかね、楽器みたい、これ。ほら。楽器、私知らないけど。ほら。中まで脱皮しますよ。で、これがお尻ですね。はい。もうちょっとね、パーツがあったんですけどね、ちょっとなくなっちゃってね、紛失しちゃいました。はい。こんな感じですね。ほら。すごい。ほら、顎。すげえな、これな。硬いよ、これ。ほら、もう、金属みたい。ね。で、脱皮をして、したね、殻でね、タランチュラって、オスメス、雌雄がわかるんですよね。これかな?あ、これだな。これついてんな。うん、これこれ。これでですね、オスメスがわかるんですよ。で、これはですね、メスなんですけれども、ここですね。見えるかな?これでわかる人はわかると思うんですけれども、これね、ポケットがあるんですよ。それがね、メス。これメスなんですけど。オスからですね、精子の入ったカプセルをいただくんですけれども、それをここに収納しておくポケットがね、あります。取れちゃった。ふわふわですよ。で、ちなみにこれタランチュラの毛って細かくて、吸い込むと大変なので、あと痒くなる人もいるんでね、ちょっとそこ気をつけて、触りたくなっちゃったら気をつけて、殻だけですよ、触るのはね。気をつけてください。はい。痒くなっちゃう人もいるから。はい。タランチュラ脱皮したんだよね。あ、かわいい。ペトペト歩くんだよ。
ちょっとね一眼でね撮ったやつもね載せようかなと思いますが、どうですかね。捕まえられないんだよ。はい、捕まえられた。ちょっと食べるかな。ああ、食べない？お？まだ早いかな。早かった。まだ早かったかな。ごめんね、ちょっと。早かったかな。食べないか食べないか。いや皆さんね、タランチュラもねなかなかいいですよ。ちょっとね扱いが難しいけど、種類をね選べばねこういう感じですごくおっとりした感じですね。突破力のねあるムカデもそうですけど、種類とかになるとちょっと手に負えなくなる、手に負えないというか、そもそもね外出させるわけにはいかないんですけれども、食べないかな。ごめんよごめんよ。あ、怒られちゃった。めっちゃ怒ってるわ。今猫パンチ食らいましたね。ダメか、ダメだな。はい、じゃあね今日はねこれだけです。タランチュラねいいですね。私もねちょっとねもう少し数を増やしたいんですよね。今ねうちにいるタランチュラがねこのチリアンコモンとあとウサンバラオレンジですね。ウサンバラですね、まだね2匹しかいないんですよ。ウサンバラの方はねオスでした。ああ、糸つけてる。糸つけてるね。うわ、めっちゃ伸びてる。あ、取れなかった。あ、ほらほら、すっごい伸びてる。ふわーって。タランチュラのね、糸ってね、ふわ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 してて、ネバ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 してるんですよ。こういうところにくっつけるの。これはネバネバしない糸かな。ね、はい。ということでした。ではね、今日はうちで飼っている、チリアンコモンが脱皮しましたということで、綺麗だったので動画に収めてみました。ぜひですね、うちの動画、いろいろとサソリ、あとカブトムシ、クワガタですね。もうね、あとゴキブリもいるか。もうね、あげてますので、ぜひ。よろしければチャンネル登録してみてください。それでは今日はこの辺で、また次の動画でお会いいたしましょう。